こんにちは、フローチャート、幕末近代、2つ目参りましょう。幕末の長州の動きを展開しなさいと、幕末はね、とにかくね、まずもうね、嵐を呼ぶ男ですから、長州というのは。この長州を、ね、中心にまとめていくとね、非常に分かりやすいですか。ちょっと前回こう書けなくなったんで、こっちに書きますね、こっちに、いいですか。幕末の長州の動きについて、ね。もうね、すべての始まりはここなんですよ。安政の大国で松陰先生を処刑したところから、ね、長州はもう狂いますからね。俺たちの大事な先生をつって、まあ、吉田松陰の狙いはそこでした。自分の死と引き換えにね、若者よと、ね、目を覚ませと、若者を立ち上がるんだと、日本を変えるんだということで、その松陰のこの熱い思いを、ね、継承したこの、ね、門下生弟子たちが、日本を変えていきますからね。幕末の長州、幕末の長州は、ね、まあ、一言言ったらね、尊王攘夷なんですよ。尊王攘夷、天皇を敬いと、ね、意を払えと、ね、意を払え、もう外国人ども、異人どもを要するに切って切って切りまくれと、これ長州ここからですからね、そういうこと、ね、でそれ実践しますよ。長州は外国船砲撃、下関通る、外国船を砲撃したと。相手商船ですからね、それは勝って当然ですよ。でもこんなことやると後で恐ろしい黒船やってきますよ、本当で。実際やってきますからね、そういうことで薩摩が絡んでくる。まあ簡単に言うとね、薩摩と長州はもともとこの仲間意識あるんですよ。仲間意識が何かっていうと、関ヶ原の負け組ですからね、この2つとも。だけど共にね、潜在的にこの反徳川の、ね、という思いがあるんですよね、いつか徳川を縛いたるわみたいな感じで、ね、そういうこと。薩摩ももともと尊王攘夷なんですよ、簡単に言うと、ね、ところが、ね、戦争、なんと薩摩イギリスと戦います。戦った、なぜ戦ったかというと、これも大事なんだけど、攘夷やるんですよ薩摩も。生麦事件、ね、思い出します。前回ここ最後薩摩の文久の改革書いたでしょ。島津久光が江戸に登って、ね、アドバイスしたわけですよ、ね、したらそこから薩摩にまた戻ろうと、まあ、結構ね、意気揚々とですよ、ね、自分の一声で幕府が動いたってことで、ね、もうなんていうかね、ふんみたいな感じですよ、ね、帰っていったら、ね、ちょうど神奈川県のところ、生麦という地名ありますけどね、今でもね、ここで、ね、その行列に、ね、入り込んできたこのイギリス人をチェストーと叩き切ったわけですよ、生麦事件、これ攘夷です。ただ当然報復が来たイギリス、世界のイギリスが攻めてきたわけですよ、ね、コテンパンにされます、ね、まあでも実際はね、何気にこのイギリスのこの司令長官死んでますから ね、被害は何気にイギリスの方が大きかったとも言われるんだけど、でもやっぱりね、ね、イギリスのこの凄さを体感するわけですよ。実際今までジョイジョイって言ってね、大したことねえって言っとったけど、実際彼らと戦ってみたら、ね、とんでもないやつらとね、ここでね、彼らは考え方変えますよ、ね、上位上位中だけど、ここからやっぱ開国で行かなくてはいけないと、もう無理だと、上位は、ね、上位が不可能だということをいち早く悟った薩摩はね、そういうこと。でも長州はまだ上位上位ですからね、うん、でね、これ絶対上位とかやべえと、ね、でも今日本見渡したらもう上位上位上位ですよね、その中心におるのが長州です。これやべえと、ね、日本滅んでまうということで薩摩動きました。
8月18日の政変と、ね、長州がめちゃくちゃこの京都で力を持ったんですよ、ね、でそれが天皇を動かしていく、ね、なぜかというと長州とこのね、ウィンウィンの、ねまあ、ツーツーの公家がおるんですね。これが三条実美。三条実美、ね、こいつがおるから、ね、それに吹き込まれた天皇が攘夷攘夷になってしまっとると、ね、ちゅうことはこれが邪魔、そこで追放します。これによって長州力落ちるんですよ。三条実美が京都から追放されることで ね、したらこれはいかんということで、ね、その攘夷のやつらが、まあ、簡単に言うと、ね、焦ってですよ、暴発する。先に書きますよ。天中組の方、これ大和奈良で起きます。中山忠光、これ公家、吉村虎太郎は、ね、あの坂本龍馬の親友、土佐出身。生野の辺、平野国臣、これ福岡なんですよ、我が福岡。福岡の、まあ、勤王家、天皇第一一考える人、暴発みたいな感じですよ、暴発、ね、これやっぱね、これちっちゃいのやってもダメなんですね。共に鎮圧されます、軽く鎮圧、ね、ちっちゃいのを地方でやってもダメと、ね、生野の辺は生野議員は兵庫ですよ、ね、天中組は大和でしょ。もうやっぱね、もう中心でドカンとでかいやつをやるしかないということで会議を開きます。日本中のこの尊王攘夷のですよ、ね、スーパーエースたちが集まったんですよ、京都に。で会議開いた。これが池田屋事件。池田屋事件、それを嗅ぎつけたんですね、京都の警備隊が。京都の警備隊は何かというと、ね、会津が、ね、松平かたもりが藩主、ね、京都守護職を引き受けますからね。でその、まあ、アウトソーシングですよ、ね、下請けで、ね、新選組、ね、この泣く子も黙る新選組が京都 の、ね、この治安維持を担当しとるわけですよ、新選組と。これ多分新でいつあのくたばってもいいやつが、簡単に言うと新選組、会津藩士が ね、切られたり、このね、撃たれたりすると大事ですから、会津は、ね、いつその、ね、くたばってもいいやつらを雇っとんですよ、これ新選組で。この新選組が嗅ぎつけて、ね、この池田屋を襲撃した、ね、この幕府転覆を図るやつらを、ね、切りまくったんですよ、これが池田屋事件。まあ、この中心は当然長州ですから、ね、長州がこれやられたわけですよ、ね、したら、ね、そのね、ここで立ち上がらんかったら長州の直れですよ。これでぶち切れた長州が正規軍率いて京都に登ってきた。これが禁門の変です。簡単な構図はやけ、長州VS 会津で薩摩なんですよ、ね、今まで仲間、まあ、会津はまだいいけども仲間と思っとった薩摩が敵についたんですよ、長州は、ね、これどうなったかと、ね、もうあの天皇を握ってるのは会津薩摩ですからね、当然やっぱ長州は朝敵になりますよ、ね、敗れました、鬼門編で。こっから長州はね、もう内憂外患中か、ね、泣き面に蜂というか、ね、国内ではですよ、幕府がこれを機に今までと目の上の炭鉱部だった長州をしばきにかかった、これが長州政党。
当然甲府です、すいませんっつって、三家老がね切腹してですよ、ね、長州は降参します、ね、外ではと忘れた頃にやってくるんですよ、この外国船砲撃の報復がここでやってくる。僕は思いっきりこっちまで行っちゃいましたけど、皆さんなんとか収めてください、ここまでで。四国艦隊下関砲撃と、ね、青い符、アメリカ、オランダ、イギリス、フランスですからね、青い符、こっちは青色ね、日米和親は青色、これ青い符、当然降参ですよ、本当、もう本当、もうね、瀕死の状態、長州が。こっから大逆転するからすごいんですね。なんと、この犬猿の仲だった薩摩と長州が、あの坂本龍馬の仲介によって手を結ぶという。長同盟、これね、あの1866なんですよ、66、ね、これちょっと覚えておきたいですね、66はね、66並ぶでしょ、もう覚えにくくないんですよ、長州薩摩が味方についたわけですね、で VS 会津と、坂本龍馬、中岡慎太郎の仲介で薩長同盟と、ね、これで長州は起死回生ですよ、ね、この不死鳥のように蘇った、ね、この後も幕末、大政奉還になって、戊辰戦争になって、ね、新時代、ね、明治に時代に入っていくという流れね、だからとりあえずこの、うん、ここのだけ外国船砲撃からこう来て最終的にこの薩長同盟で一区切りとしましょうか。ということでこれで終わります。